えー、国際協力国際的な、えー、堀大使が言ったような話にも言っていいですかはい、それでは簡単に国際協力についても述べたいと思います。えー、このキーイシュというのは先ほど言ったように心理的な側面があったりその他の側面があるわけですが、えー、先ほど大使がおっしゃったライイフスタイルの問題があります1992年におけるリオにおいては。 えー、この消費の持続不可能なパターンということを議題に話題にいたしました。92年以降、今日までかなり進捗がありました。この消費、えー、生産のえー。 持続不可能なパターンについては進捗があったんですが消費の方はま々あまでしたというのは毎日毎日私たちは、えー、何千というようなあ消費の選択肢に直面するわけですそういう意味で私たち自身がその国の排出量に大きな影響量そして、えー、消費のパターンに影響を及ぼすはずですしかし残念なことに、えー、中産階級というのが非常に持続不可能であるということが分かっております で、国際協力を開発のため、持続可能な開発のためにしようとするならば、何が必要かというと貧困と戦わなければなりませんえー。幸いなことにこのブラジルではそれはかなり成功を収めてきました。でも、貧困を退治しようとすると、その中産快挙に対処しなければならないんです。中3。つまり、えー、その経済にとって優しい消費者を作っていかなければなりません。中国でもインドでもそういうふうな国々は。 この何億というような消費者が誕生しているわけですけれどもそれが最近の朗報だというのを思います。ただ単にこの貧困層の人たちだけではなくってその新しい技術でもってスケール規模を享受すすることができます何か中産階級のためにヨーロッパやアメリカや日本で作ろうそして他の人たちにも適応しようということではなくってむしろこの 非常に大きなスケール何十億という人たちが今私たちの国で生まれてきているわけです。中国とかドイツのような国々にとってもっともっとえ技術を適用しようとするのではなくって技術を開発することができるはずです。何十億という人たちのために。従って非常に大きなこはオポチュニティがあるわけです。でも私たちが中産階級のモデルを変えなければ。 例えば途上国では非常にみんながあその貧困にあえいでいるならば例えば家を作って住みたいまた3つ車を持ちたいというふうに思うそのような夢がテレビなどで流れているわけです。でもアメリカととかかドイツとか 別に私たちそういった国々に敵対心があるわけではないんですけれどもそういった国々の中産階級の人たちの行動も変えてもらわなければなりませんつまりえ中産階級の中に2種類やってはいけないんです消費パターンをやはり変えなければなりません中産階級について2050年に 90億の中産階級が生まれるということでありますので私たちは貧困対策を取ろうとしている時にただ単に食べることができるだけではなくもっと高いレベルを見ていかなければなりません。日本は多くの分野でいい模範となります。 持続可能な都市の開発ということで言っているように中産階級というのはその他の国の中産階級に比べるとはるかに持続可能でな生き方をしているけれども中産階級で何十億という人たちが今後生まれるので技術開発をすることによって日本は多くの貢献をすることができると信じます。あのブラジルのさままざな課題 まあ象徴感の調整が大事であるとかそれからまあ地域の非常に認識の違いサンパウロとそのアマゾンで非常に大きな違いもあるとそれはまあ世界でも同じような問題が地域によって認識が違いがあるわけですけどもそれからまあ特にそのミドルクラスのライフスタイルの問題これはもう先進国だけじゃなくて新興国を中心に 非常に多くの方々が次々にその中産階級に入ってくる。まあ、そこがその人々がその先進国と同じパターンになったら、非常にその大きな問題が生まれるそこを、まあ、やはり真剣に取り上げる必要があるという点を指摘されたと思います。あの重要な問題のご指摘、ありがとうございました。それでは最後になりますけれども、東京さん、お願いします。 どうもありがとうございますこちらに来てこのようなシンポジウムに参加できて大変嬉しく思っています1997年京都で初めてこういう問題に取り組みましたその時に浜中理事長とも初めてお会いいたしましてえまそのような縁もありまして今回このように参加できて大変嬉しく思っています国際公務員として特にこの国連の 気候変動枠組み条約に属しているということでもう少し国際的な観点からお話申し上げたいと思います一国に注目するのではなくご参考になるかと思うんですけれども国際社会が今何をやっているのか今から2020年に向けて何を行うのかということに目を向けるのが大事かと思います第一セッションの中で将来の国産枠組みという議論がありましたこれも非常に大事な点であります で今でも2020年以降でも同じ課題同じ問題に取り組まなければなりませんですから今見られる全身の進歩課題というのは2020年以降も変わらないということです。問題の種類は変わらないということです。で念頭に置かなければならないのは気候変動枠組み条約これは持続可能な条約であるということです。環境条約ではないわけですがここが大事な点です根本的な問題で 問題です法定種から絶対外せない点ででありますですから開発あるいは体制という問題は気候変動枠組み条約のにとっては外政的な要因ではなく内政的な内在する要因であるということです。ですからこそリオプラス20で政府だけではなく国際社会全員がもう一度リオに集まって議論をしようということになっているわけです。 これが今後とさらに弾みをつけて国際協力を進めようとそれが趣旨だと思います。で2つの問題を提起したい国際社会はどこに向かっているのかそしてどのように今後向かおうとしているのかこれは非常に意図がある狙いがある試みだからでですすまず第一に目目標はは明明確確的です。目的は明確です 温暖化を安全なレベルにとととどめておこうというこうういです正確な数字どのくらいのレベルならば安全なのかということをなかなか言うことはできないんですが何が危険かと安全ではないかということは分かります。で各国政府はですからこそ当初温暖化については2度目標ということを掲げたわけです。で 活発なプロセスでこのアドボカシーを見てみようという動きがあります科学研究からは2度目標よりもっと以下それ以下にできれば1.5度に抑える必要があるそちらの方がいいとですからそういう意味で方向性が打ち出されているわけですそれでは2020年にはこの方向性を保ったまま 何をすべきなのか何を達成できていればいいのかある程度の確実性を持って言えることですがしかし全てが絶対的に確実と言えるものはないわけですですから絶対的な数量ということでなかなか議論はしにくいんですが50%の確率で2度目標を2度以下に抑えるということ上昇分を抑えるということ全世界の排出量は44ギガトン。 以下でなければならないということです2020年にここで一応皆さんにリマインドしているわけですが開発は制約されるということですここを念頭に置かなければなりませんだからといってモノサービス提供できないわけではありません一つ鍵を握るのは日本で特にこの点はよくご理解されているかと思うんですがでえ光 やこの輸送やこの熱の源泉ということを考えるとやはりこのどういうサービスなのか排出ということではなくどのようにもっと引き出していくのか1トンあたりの排出量についてどれだけのメリットを引き出していくのかという問題であります。やははりりり技術のの問問題題ででももああまますすし政政策策については 単に国国の政政策策だけではありまません国際的な政策も入ってきます各国がそれぞれ別個の大気空気ということならば結構なんですけどもそうではありませんつながってるということですのでこのようなパネルにも必要ないでしょう基本的な原則ということをまず列挙しておきたいと思います。でそういうい基本的な原則が でこそ全体の方向性が決まってきてきるると言えるでしょうで政府がその方向に向けてどのように動いてきてるのかの努力が2020年に向けてどの辺まで来るのかそれからどこまで多国間の努力になるのかあるいは対決が見られるのかあるいは協力という形になるのか。 現在のさまざまな協調的な枠組みというのは協力とパートナーシップに基づいています先ほど写真を見せていただいたのバリの会議での写真でしたここでは基本的な合意がすでに2007年のバリの会議の時に実現したわけですべての国の政府が参加をすると でこれは全体としての努力であるしかし貢献の度合いは再化するということでしたでこの貢献の度合いということそれが国の現実を反映するものであるということでしたただ一つ確信をなす部分がありました概念としてエンネイブリングサポートすなわち物事を可能にしていくための支援をするということです でまず少しいわゆる短期支援ファストスタートの援助すなわち物事を可能にするための資金的援助をするということそれをもう少し厳密に目標として2020年までに1,000億ドル毎年資金を集めて適用緩和策途上国のために使っていくと。 いうものですこれだけ資金を動員するそして努力協力を進めていくこれはやはり行動ということにつながっていくわけですでこれは支援といってもそれだけ孤立しているわけではなくあらゆる行動と結びついているわけですそこでやはりパートナーシップということが入ってきますで、実は議論がありましたこのプロセスの中で当初どちらを先にするのかすなわち鶏なのか卵なのかという議論がありました 行動を促すためのまず支援をするべきなのかこれを実現するために一緒に行動をしていかなければならないですから動員といった場合には全体としての努力である全体として前に動いていかなければならないということです資金技術えそして能力の構築全ての側面が入っているということです でどこに制約があるのかということが分かります技術の制約もありますし資金についても制約がありますそして能力これは制度的な能力ということと能力といった場合他の意味での能力の制約もありますで最後に指摘しておきたいのは 我々気候変動枠組み条約の事務局として各国政府を支援して実現していこうとしているわけですが多くの人はダーバンの成果としては緑の気候基金を運営するためのこの原則ということでした。で事務局それから GF の事務局に依頼されまして。 暫定事務局を作るということが依頼されましてもうこれは実現しています。で各国政府に対しガイダンスを与えてもらおうということでまずこの理事会ガバニングボードに人を推薦していただくということです。で4月の末までに決まっていくことになるかと思います。で最後に強調しておきたいのは。 結局のところやはりガバナンスの問題に尽きるということですそのためにダーバン派ではかなり力点が置かれたのはこの報告義務説明責任そして他の国が何をやってるのかきちっと参照していこうということでしたこれが今後不可欠になるからです各国政策が前に進むためにも他の国が何をやっているのか 知ららなななければいなないととうことですそして民間についてですが国際的にも民間から聞かれているのは政府に対しもっと行動を取るようにプッシュが見られているともちろんコストもかかるわけですが不確率性の方が問題だとコストどのくらいの費用がかかるかということよりも費用についてどのくらいかかるか分からない不確率性その方が問題だと民間がですからこそ政府に働きかけて やはりどのくらいの排出量が削減されてどのくらいのものが予測可能なのかを決めてほしいとプッシュしているわけです。ありがとうございました